今回児童小説あるの小さな大冒険でヒットした奥野ひよひこさんのファンなんです、皆さんは。それで奥野ひよひこが助手を募集するみたいなのを SNS、まあ、Twitter ですね、はい、で書き込んで、なんか応募フォーム、そこに PR 文を書き込む欄があるんですよ。なんで今回はその PR 文の内容を事前に考えるっていう、まあ、これは本当に内容はもう一言でもいいですし、めっちゃふざけててもいいですし、うんうんうん、あのまあ真面目でも全然いいですっていう。OK です。じゃあそれではただいまよりクトゥルフ神話 TRPG ファンの資格のセッションを開始いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたたちはですね、現在10月です。肌寒くなり始めた10月、 SNS アカウントに一件のダイレクトメッセージが届きました。ベストセラー作家奥野ひよひこからです。こんな内容でした。君の PR 文は大変素晴らしかった。直接話がしたい。我が家に招待しよう。全員にその文章が送られます。いや嬉しいな。まさかあれで通るなんて。いやついに来たか。まあ当然だろう。ちなみにそうですね、じゃあこのタイミングで皆さんの PR 文どういう風に書いたのか、それぞれ読み上げてもらいましょうかね、自分の PR 文を。デックス順でプリプリザイモンさんから。僕は金の卵だ。終わり。終わり。以上です。これ採用したな。まあ金玉やん。金玉言うな。僕ですよね。大好きです。過去ハート。ん？告白する。おいおい、それはないだろう。さすがに。そんなんやばいよな。やばいよ普通に。まあ、しげすおさんぐらいですよ。多分そういう風に書くやつは。では次行きましょうか。渋男さん。渋男、ね、渋男さん。渋男で、はい。めちゃくちゃ真面目に考えちゃったんだけど。人生逆転。私が第二の奥のひよひこになる。恥ずかしい。めちゃくちゃ真面目ってほどでもない。うん、真面目とは、かっこ哲学。私も金玉って書いときゃよかったかな。金玉とは書いてない。うん、金玉ではない。では最後に、天三郎、どうぞ。好きです。お前俺のこと言えない。介護官やんけ、ゆるるさ。なんで介護官出てくんねん、後の方に。俺の熱い気持ちに言葉はいらないと思ったんで、あえて短くいきました。好きです。お前俺のこと絶対責めんなよ、これでしょ。言えないからな、それ。はい、ではそんな感じのね、PR 文を書いた皆さんはですね、指定された住所に向かいます、おのおのの足で、はい、でまあどこか、まあ結構なんか山奥のところに館がありまして、そこに皆さんは、合流します。家の前です、現在。いやみんな、あれ、はじめましてですよね。はじめましてのはずだが、あ、なんかあ、はじめまして、天三郎と申します。よろしくお願いします。お、松岡茂蔵だ、よろしくな。なんか聞いたことあん、なんか兄弟とかいます？ああ、俺にはな、松岡十蔵っていうな、弟いいんだ。やっぱり、やっぱりじゃん。お兄ちゃんだったんだ。そうそう、あの十蔵さんとは仲良くさせてもらってるんですよ。あ、十蔵の友達？はい。あいつに友達いるんだな。いるみたいですね、一応。やあやあ、君たち、あれ久しぶりだね、天三郎。お前なんかキャラ変わったな。奇遇だな、お前もここにいるということは。受かったということか。こいつ絡みづらくなってんな。あ、どうも、いつも天三郎がお世話になっております、プリプリザイモンと申します。しげぞさん、よろしくお願いします。あ、よろしくな、しげぞだ。じゃあ先ほどそこの草むらで見つけた渋い声のおじさんも紹介します。こちらです。どうも皆さん、はじめまして。皆さんはお知り合いですか？あ、そうですね、プリプリザイモンとは知り合いで。うん。あ、そうですか、僕だけみんなと仲間外れみたいな感じですね、最初から。いやいや、そんなことないです。この松岡とかいう人は知らないんで、俺も。あ、はじめましてだな、よろしくな。俺は十蔵と違ってそんな絡みづらいやつじゃないから、みんな仲良くしてくれよな。本当かな。こちらこそよろしくな。おい、絡みづらいって2人いると思います。
大丈夫かよ。半分絡みづらい。やば。ああ三人や。終わり。そうこうしてるとですね、屋敷の扉が開いて、まあ一人男が、彼はですね、皆さんもうお越しになられていましたか。どうぞこちらへっていうふうに言ってきます。中に案内しようとしてますね。ご苦労。ありがとう。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。という感じで、皆さんはですね、そのまま、屋敷の中に入り、そして食堂に案内されます。そこにはですね、二人人がいました。はるばる遠いところをすまない。さあ、かけてくれたまえ。って皆さんに言います。すげえ奥野さんだ。はじめまして。ファンです。ああ、はじめまして。すいません、緊張していて。うん。まあ、少しは、緊張をほぐすためにも、座ってから話をしようか。先に座っていて、申し訳ない。こいつら、お前なんだ、あいつ偉そうじゃね、なんか。一旦立てば。お前、何なんだよ。はい、そんな感じで皆さんが座ります、おのおの。こんな感じでね。一番年老いた男性がですね、我が家へようこそ。改めて自己紹介をしよう。私が奥の日を彦だ。今日という日をどれほど心待ちにしていたか。ああ、今夜は素晴らしい夜にしよう。神あり、皆さんに飲み物を。と言うと、神ありと、呼ばれた男性は、かしこまりました。と言いながら、皆さんに飲み物を皆さんの前のテーブルに置いていきます。まあ、どうやらノンアルコールの飲み物のようですね。はい、ストップ。その飲み物、ちょっと怪しいんで、なんか。いや、ちょっと、気乗り目を光らせて。怪しいね。修造さんより鋭いぞ。確かに。この飲み物。さすが兄ちゃんよ。まさか。神、あ、待って、これを言うのはまずい。ちょっと、医学。だって、失礼じゃない？いや。いきなり来て。医学。ファンですとか言っときながら飲み物出されて、それは怪しい。やってること今、かなりやばいよ。やばいよな。変わんねえな、やっぱ。すまない。双子ちゃん。うん、双子だわ。ちょっと俺だけ医学っていいですか、じゃあ。医学よりかは、はい、聞き耳、目星とか振ってみてください。判定には。そしたら目星いこうか。他は、なんかもう。身を任せじゃあ自分はこの人の、神有さんのネクタイがどれくらい高価なものかっていうのを目星で、はい、そこなの測っていいですか。目星をどうぞ。測ってどうすんねんお前それ。じゃあちょっと待って、俺は飲み物に対して目星ね。あ、失敗ですね。はい、なんで分からなかったが、まあこれは確かにノンアルコールの飲み物で、特になんか見た感じ怪しい色とかではないから、まあ大丈夫そうだなって思いますね。はあ、はあははあ、それ、口に含んで後から出すみたいなだけでできないですよね。いや、いや、もってなんか、できますけど、失礼すぎバレたら失礼で、失礼ですね。だいぶ失礼ですね。最近人殺されたんかっていうぐらい、身近な人。くらい警戒してるよ。やばいよな。じゃあ俺ちょっとシゲゾウが本当に重刀じゃないか、目星。シゲゾウに目星を。確かに。こいつ本当にシゲゾウか？シゲゾウですね。ああ、シゲゾウか。まあシゲゾウや。無駄な目星やで。じゃあ飲みますわ。はい。しょうがねえ。ではまあ皆さんなんか飲んだり、まあ食事とかもなんかもう全然始めて大丈夫だっていう風に言われて食事とかも始めていきます。僕のがですね、途中で少し冷えるな。って言った後にですね、神有にどうなってるんだストーブの方はっていう風に聞いてきます。神有はですね、申し訳ありません、まだ薪ストーブの準備ができておりません、明日の朝にはご用意できますので、本日は食事で体を温めてください。そうか、わかった。ああ、彼は神有衆、我が家の管理だけでなく機械王者私の代わりに SNS の管理をしている。ではそうだな、軽く自己紹介をしてもらおう。まずは君、はい、と言って天三郎の方向きます。はい、天三郎と申します。奥野さんのとても大ファンでずっと前から好きでした。そうだ、よろしくお願いします。はい、はい、よろしく。自己紹介の PR 文を見たんだが、はい、
確かにその気持ちがシンプルに書かれてて素晴らしいものだと思ったよ。そうなんですよ、あの奥野さんの作品を見習ってやっぱりその多くは語らない、シンプルにもうパッて伝えたいことを伝える、これが私の心情です。なるほどね、よくわかっているじゃないか。はい、うん、では次にプリプリザイモの方を向きます。ああ、まったく今回集まった奴らは頭の悪そうな猿ばかりで困るぞ。お前だよ。お前だよ。私はどうもね、プリプリザイモンと申します。金の卵です。金玉やね。よろしくお願いいたします。ああ、よろしく頼むよ。ちなみに卵だけだったら意味はわかるんだが、あえて金を追加した理由っていうのは何かあるのかね。おっと、奥野さんなかなかジョークがうまいですね。ジョークじゃねえよ。今の聞いてんだよ。聞いただけ。つまり金の卵というのは将来がものすごく楽しみな、まだでも成長過程のそのまだ未熟な、それを表現しているまでです。未熟すぎだろお前。めちゃくちゃ未熟やん。ああ。つまり私はこれから日を彦さんでしたっけ下の名前は忘れたのか、私の。いや、あえて聞いているのです。もう始まってますよゲームは。いや始まってねえよ。こいつは次の方のだるいねこいつの番。次の方はどうだ。と渋尾の方向きます。いや私は会社をリストラになって僕には今自宅警備してるんです。これがチャンスだと思って今回応募しました。ひよひこさんになりたくて今回私の意気込みを これが私の意気込みです。切羽詰まってますね結構ね。なるほど、うん、その必死さ伝わってくるよ私にも。では次と言って松岡茂蔵の方を向きます。奥野さん、私松岡茂蔵と申します。仕事はこれ言っちゃっていいのかな、殺し屋です。いや帰れ。もう仕事してねえだろ多分。仕事殺し屋。あ、すみません、間違えました。まあ僕も同じようなもんですよね、あさっきの志望と。まあリストラというか、まあちょっと休暇を取って仕事から離れて、まあそのうちに小説を読んで、まあなんやかんやで好きになって、まあ、僕もそういったことができればいいなと思いまして、はい、ふわっとしてんな。まあまあそんな感じでなんやかんやでね受けに来ましたんです。あ、 PR 文を見た感じ、天三郎くんと同じようなタイプなのかなと思っていたが全然違うね。まあやっぱりね、この人それぞれなんで、それは。まあでも彼は僕の介護官なんで、あの僕の方をねぜひあの目をかけていただけたらとんでもねえこと言うな。まあ僕からしたらみんな一緒だがな。黙れよお前。プリかプリ以外か、ただそれだけです。はい、ではですね、最後に僕のひよひこは手柄通るの生き生きとした男性の方を向いて、それじゃあ最後に君はと聞いてくる。その男性はですね、手柄通るです。実家が中華屋やってるんで、本当は後継ぐ予定だったんですけど、夢追いかけたくなりまして、今回応募したら選ばれたってわけです。よろしくお願いします。と、なんかすごい元気に言いますね。という感じでですね。まあ、おのおの食事を引き続き食べていくって感じなんですけど、そうですね。まあ、食事をしながら、それじゃあ、いろいろ話をしていこう、みんなで。と、奥のひよひょが言ってきます。ここで皆さん、あるの小さな大冒険について説明していきます。あなたたちは、奥野の代表作である児童書、あるの小さな大冒険のことを思い出す。あるの小さな大冒険とはですね、ネズミのあるが様々な困難に立ち向かいながらも成長していくっていう、すごいシンプルな説明となっているんですけど、そんな感じの物語です。うん、はい。全員知識ロールを振ってください。知識。成功。全員成功。おスペシャル。いや、バーファンブル。うわっと、ここで天三郎だけファンブル。成功情報、3年前に、シリーズ9作目を執筆中って SNS でつぶやいて以来、新たな情報はないことを知っています。でファンブルは、うん、このスキレスが、じゃあ恋愛感情のスキレスってことで。マジかよ俺。
もう一つ、全員アイディアロールを振ってください。うわ、わお、失敗。成功成功成功。失敗。天三郎と渋尾は一つ思い至ります。40年前にシリーズ1作目が刊行されたんですけど、それを考えると奥野の姿は驚くほど若々しいなっていうふうに思います。40年も経ってるのにみたいな、あれから見た目こんな若い、なんか不思議やなみたいな感じに思います。あの奥野さんって今すごく若いですよね。いや、今年で75になるよ。75歳には見えないですね。70。いや、童顔でな、昔から下に見られるせいか、武作法者に出会うと面倒なことが多くてね。だから、まあ、こんな山奥で暮らしてきたんだ。童顔って山奥で住んでる割にはしっかり白髪の手入れはできているようですね。どういうこと？しっかりしているよ。お前がしっかりしろよ。何かあるね。なんか見た感じ60もいってなさそうな感じする、ま、見た感じはなんか本当に50代かなとかそんぐらいだね。なんならしげぞうの方が老けてますもんね。ふざけんじゃねえよお前。あ、志望はちなみに何歳？私は30。あ、30、なんか俺たち来た人たちって全員若いけど、それは関係あるのかな。え、どうなんだろう。おい、そこの猿顔、お前だよ。そうだよ、お前は何歳なんだ？29っす。あ、すいません、よろしくお願いします。年上や、年上や、あれ年上や。実はですね、今日誕生日でして。お、おめでとう。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。今日29になったんですか？そうなんですよ。おお、めでたい。29歳で今無職と。はいはいはい。いや、無職って言ってねえわ。というふうに言うと、奥野がですね、おお、今日が誕生日か、それはめでたい。そうと分かっていたらケーキでも用意させていたのに。そんなお気遣いなく。あ、そうだ、それだったら先生のサインをいただいてもいいですか？お、ちょっと待って、それぐらいだったら。それはずるいぞ。おいおい、なんですか？いいな、私も欲しいな。ずるい。俺も今日誕生日なんです。じゃあ俺も誕生日なんです。実は俺もおお、みんな誕生日なのか。そうか、君たちもサイン欲しいか。欲しいです。欲しいです。欲しいです。2枚。じゃあ俺は3枚で。俺4枚で。4枚。絶対1個売るつもりや。まあ、まあ、サービスと行こうか。さすがです、奥野先生。という感じで、皆さん、いろんなね、まあなんか持ってきたものとかにサインしてもらっちゃってます。ちなみにそうですね、全員サインもらったでいいのかな？では全員アイデアロールをどうぞ。ほう。ここでアイデアロール。成功成功成功失敗。アイデアに成功した3人はですね、まあいくつか複数もらってるんでサインを。まあそれ見比べたりするんですけど、寸分狂わず全く同じ筆跡だということに気がつく。ほうほう、さすがだな。何もわからへん。書き慣れてんのかな。まあ普段から練習はしているからね。それはそうと、君たちにいくつか聞きたいことがある。はい、みな年齢はいくつなんだい？私は25歳です。私は30。残りの2人は何歳なのかね。僕は後悔です。後悔なる。個人情報なので。後悔しろよ。30歳以下であることは確かなのかね。そうですね、そうかもしれませんね。あ、俺も25なんでためですね。そしたらこの中で最年少は25歳の2人ということになるね。25よりは下です。なるほどなるほど。若ければ若いほどパワフルでいいからね。75歳の私とは大違いだよ。みんなはこれ聞いたら失礼かもしれないですけど、子供が好きとかそういったなんかあったりしますか？どういう。子供はまあ児童書を書いてるぐらいだからね。ですよね。当然、好きだよ。プリプリザイモンは背筋がゾクゾクするのを感じたのである。ところで、ここの皆は一人暮らしなのかい？それとも家族と一緒に暮らしてるとか？一人暮らしです。実家です。実家です。実家。私も実家です。自分は一人暮らしです。って手柄通りは言います。何か大きな病気を抱えてたりとか？ないです。ないかね。よ。おお、それはいいね。喘息です。僕も至って健康体です。ただしかし、一つだけ、今の現代医学でも治せない大きな病に僕はかかっています。なんだなんだ。大丈夫なのか？
それは中二病という病気です。大丈夫そうだな。それは治らないな。はい、失礼します。自覚あるんやね。ないと思ってた。君たちの人となりが知れてきたよ。そうだ、前職が警察関連の仕事だったりする人はいるかね。今書いてる9作目、これに必要な知識があるんだ、警察関連で。まあ僕は警察とは全く関係ないですね。自分もないです。なるほどなるほど。自分もないっす。手柄通る。それじゃあ最後にと言いながら天三郎の方を向いて、君に質問がある。はい。君は作品のためなら多少の犠牲はやむを得ないと思うかね。思いません。お、それはどうして。作品というのは犠牲を払って作るものではなく、犠牲をなくすために作るものです。めっちゃかっこいいよ。だから、うん、犠牲は出してはいけません。それが私の信条です。うん、実にしっかりした考えだな。新庄天三郎と申します。よろしく頼むよ。嘘です、お願いします。頭の悪そうな猿だ。お前絶対言われたくないよな。そんな感じで、じゃあ、まあ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 、なんか話をね、していくとですね、急に、と、僕のひよひこが苦しみ出す。ん？おい、どうしたんだ？それに対しても返答することはできず、口を押さえる。手にですね、血痰がへばりついてるようですね。大丈夫っすか？うん、ちょっとまずいんじゃないかこれは。ちょっと近寄って医学の知識持ってる人いないかな。医学触れます。医学風呂。よしか。お、成功しとる。おお、なんか2回振ってるけど、まあ1個目採用します。クリティカルだ。うわ。じゃあ医学に成功した天三郎、あなたはですね、はい、鮮やかな赤の血と呼吸の仕方を見て、肺に疾患を患っている、それもかなり重度であると察します。これ奥野さん、多分肺に疾患患ってますね。なんだって？ん？なんだと？この感じ、俺ちょっと医学かじってたんですよ。まあ年も年だからな。とりあえず救急車を呼べ。手当てをしてやれ。お前がなんで呼んだよ。確かに。早く！神有は、先生の方に近づいてこう言います。先生、これ以上は体に触ります。ああ、なんとも忌々しい。先生、こちらへ。と言って、二人は外に出ますね。おい、なんでなんでなんで。まったく、食事中というのに。救急車呼べよ。大丈夫かな。すごい心配だね。心配だね。そうだな。しばらくすると神有が戻ってきます。一人だけ。お待たせしました。先生は自室でお休みになられています。今日はここまでにしましょう。皆様もお疲れでしょう。部屋までご案内します。いろいろとありがとうございました、神梨さん。ダメやね。間違えてないように聞こえたわ。いえいえ。カツー、なんと呼んでも大丈夫ですよ。皆さん移動します。屋敷から2階の方に部屋があるようで、そっちの方に案内されるんですけど、目星を振ってください。失敗や。2人成功。プリザエモン、渋尾、2人はですね、1階の端っこの壁の方にちっちゃい穴が開いてて、顔を出してますね。なんかハツカネズミみたいなのが。なんかあそこネズミいんだけど。超可愛い。顔も出してる。まあ山奥だからか。まあ染みついてるのかな。なんか巻いてない？あ、本当だ。飼ってるのかな。飼ってないと穴も巻いてなくね。カメラさん。ネズミは飼ってるんですか？ああ、私のことですか。はい。と言いながら、そっちの方を見ると、あれ？何もいませんけど。ん？皆さんが向き直すとですね、そのネズミはいなくなっていました。あれ？ゆずさん、あれ？食べた？いや、そんな早技しねえよ。さっきまでおったのにな。なんだ？どこ行ってしまったやろ。ささ、部屋はこちらですよ。ちょっと待て、亀梨。お前、
俺たちが嘘をついたと思っているだろう。いいだろう、深掘んなくて、ここ。あ、いえいえ、そこまでは。あ、そう、ほら、行こうか。行こうよ。まあ、これついていくわ。では、そんな感じで登っていきます。そして、神有はですね、それぞれの部屋を案内して一礼します。奥が私の部屋ですが、今夜は先生につきっきりになると思われます。では、おやすみなさい。ああ、ご苦労さい。おやすみなさい。皆さん、おのおのの部屋に入っていく。手柄もですね、俺はそろそろ寝る。ほんじゃ、おやすみなさい。と言って、彼も自分の部屋に入ってきました。おやすみ。皆さん。おやすみ。はい。皆さん、おのおの客室に入ったわけですが、まあ、まず描写からいきましょう。まあ、全部同じような部屋です。ベッド、ナイトテーブル、椅子と机があって、クローゼット、エアコンとかも設置されてると、ちゃんとした部屋ですね。荷物とかは、持ってきたものとかはクローゼットに入れてくださいっていうふうに事前に亀有に言われています。それぞれ、どうやって時間を潰しますか？まあ、ここで寝るのはちょっともったいない気がするから、ちょっと探索をしたい。俺は、チャクラを練ります。わかりました。僕は、消しカスを練ります。寝るもの違いますね。確かに。あ、そういうことか。ちょっとコードやった今、ちょっと今のギャグ。ちょっと気づかなかった。チャクラ。すげえ勢いで練ってる。これ作んな。なかなかのいいものができたようだ。領域展開。なかなかいいチャクラが。ここまで引っ張るんこれマジで。俺ら一緒やりますよ。止めないと。止めないと。3時間は。かけさん。もう。早く行きましょうよ。なかなかいい着陸に出れたと。渋尾はどうしますか？私も探索に出ます。ああはいはい、じゃあ部屋を出るということで、分かりました、はい、じゃあ出た時に立ち会うって感じかな、はい、22時を過ぎてる頃合いです。はい、うん、はい。でまあ皆さんはですね、まあおのおの何かを練ったり探索しようとしたりとするんですが、探索するしようと思った2人、うん、はい、扉が開きませんね。何？え？閉じ込められてんの？はぁー！この部屋からめちゃくちゃはぁーって聞こえます。せーい！またこんなもんじゃねえ！俺は！すーっ！いやもうこっから出たいのにな。じゃあそしたら、壁をぶった切ることできますか？あ、その前に全員強制聞き耳ロールをどうぞ。人んち。え、マジ？はい、高いのに俺。おっと、あ、成功。よかった、危ねえ。成功。おお、25ぴったし成功。しゃ。では、聞き耳失敗組は何も分かんないんですけど、成功組はですね、なんか、起動した覚えのないエアコンが勝手に起動してるっていうことに気がつく。しかし、ここから全員の描写です。それはともかく、何やら眠いですね、皆さん。ふらふらとしてきます。体動かしすぎて、すいません。いち早くエアコンをぶっ壊すことできますか？提案をどうぞ。どう壊そうとしますか？要はエアコンってコードでつながってるでしょ。ああはいはいはい。そのコードぶった切ればめっちゃ運命に歯向かいたがるよね。じゃあまあまあそれだったら別にロールは振る必要ないですね。コードをブチッてやります。うん、エアコンは止まりました。しかし眠いですね。換気とかできます？窓を開けようとするんですけど、接着剤のようなもので固められてて、そのままだと開かない。というところで、まあ、ある程度行動したので、そのまま眠ってしまいます。パタリと。さあ。全員眠ってしまいました。あ、寒い、眠い。切り替え早すぎやな。ではですね、ここから、2つのシーンに分岐します。やばい、つぼつぼってまずはプリザエモン渋尾松岡茂蔵渋尾って聞こえたプリザエモン死んだかと思ったよ。死亡ではない。消しゴムねって死んだよ。そうですね、その3人は気がつくとですね、あれ？客室のベッドではない。埃っぽい床の上にいる。なんだここ。あれ？部屋にいなかった。ああ、よく寝たって。なんじゃここ！また、こういう感じか。
え、何何、君たちなんかこういう経験あるの？ああ、俺はもう3度ぐらい経験している。だが落ち着け、大丈夫だ、俺が絶対に出してやるからな。落ち着くんだ。落ち着けよ、落ち着けよ。一番落ち着いてないよな。はい、そんな感じで、まあ、皆さん目を覚ますとですね、どうやらここは牢屋のようで、向かい側に神有がいます。こういう風に言ってきます。面接の合否を発表いたします。あなた方は不合格です。先生に選ばれなかった者たちです。特にその男はファンとしても失格、ペナルティを与えました、と指を指すあなたたちの背後だ。そっちを見るとですね、手柄トールが血を流して倒れていました。よく見ると、おい、お前もいたのか。って言ってます。手柄なんですけど、彼の左腕は長袖と一緒に皮がまくり上がって、肉がはぜ、えぐれ、生々しい傷を負っていました。血を失いすぎたのか、青白い顔でですね、そのまま気絶していると。そんな、惨状を見てしまったあなたたちは3チェック、一応は 1D3 の軽い3チェック、どうぞ。成功。お、成功成功、全員成功。神有は続けます。不合格ですが、あなたたちには先生の執筆のためきちんと役に立ってもらいます。年老いたホームレスでは素材として不十分でしたからね。ご家族から連絡があった場合、私が対応しておきますので、ご安心ください。おい、メガネ、これはどういうことだ。俺らにこんなことしてただで済むと思ってんのかね、シゲゾウさん。亀梨のくせに。神有ですよ。お前のその面を見た時からな、なんか怪しいと思ってたんだね、シゲゾウさん。そうだそうだ、うさんくせえメガネしやがって、今すぐ叩き割ってやろうか。そうですか、と唐突にけたたましい電子音が響き渡ります。神有はポケットから端末を取り出し、スイッチを切るとですね、先生と一言漏らして慌てた様子で階段を駆け上がっていきました。ここから自由行動なんですけど、どうしますか。手柄に対して、応急手当もしくは医学を受けることができます。応急手当、一応応急振らないとやばい、しとかないとね。全員でするか。失敗。任せな。おわ、まあ、すげー、99。そんな高かったんだ。全振りしてるぜ、素晴らしい。まあ、なんとか意識を取り戻します。ありがとう。おい、お前どうした。あの塩にやばいぞ。俺刑事なんだけど、実は刑事だって分かった瞬間、あいつショットガンぶっ放してきやがった。何でショットガン。ショット、あいつ多分見た感じサイコパスだから、あえてとどめを刺さずに痛めつけたんじゃないのか。なるほどね。なるほど、なるほどね。にしてもお前なんで昨日は嘘ついたんだ。潜入捜査だよ。あ、実は数年前からホームレス失踪事件が急に増えて、みんなこの家に招待されたらしくて、だから潜入捜査のために助手面接に応募したんだ。ホームレス、まあでもあれだぜ、あるの小さな大冒険のファンなのは本当なんだぜ。だから先生はシロだって証明したくて捜査員に名乗り出たんだけど。なるほど。作品は別物なんだなって思ってしまうと落ち込んじゃうね。穏やかじゃないな。まあそれはそうと、とりあえずここにいたら。今更やし、いやいや、タイミング違くない。それはそうと。じゃねえよ。なかったことにしてる。とりあえずこのなんか牢屋みたいなところをとりあえず目星して、なんか、はいはいはい、わかりました、目星を振ってください。お、成功。ではまずこの部屋はなんですけど、6畳ほどの広さの部屋で、一面だけ鉄製の格子になっていて、他は全て窓のないコンクリートの壁です。格子の向こうには、まあ廊下と上繋がる階段が見えるって感じなんだけれども、目星2人成功。まず部屋なんですけど、隅の方に灰のようなものが積もっているっていうのを見つけることができます。松岡茂蔵、あなたはですね、はい、廊下の方を見るとですね、モップが立てかけられているというのを確認することができる。このモップを使えば格子状のスライド式の扉開けることが、なんとかこじ開けることができるんじゃないか。ただ手が届かないと思う。以上。この灰ってのはどういう、ただの灰ですか。灰をなんか近づいて調べたりしてみると、すごくきめ細かいっていう風に思いますね。きめ細かい灰、きめ細かい灰、
ただこれはなんでここにあるんだろう。そうだね、ここでなんか燃やしたりとかしたってことかな。燃やす、これ多分ここに閉じ込められた人が用意したもんだと思うから、まあ普通に考えて、ってことはなんかライターとかもしかしたらないんかな、どっかに燃やせるもん、うん、ライター的なものがないか探しましたが見つかんないですね。モップ取れないですか、どう頑張っても。モップを取ろうとチャレンジしても届かない範囲、こういうところで。お、お前は昨日のネズッチュ、ネズッチュじゃないか。首をかしげます。ネズッチュ、ネズッチュ、近づいてきます。あそこのモップ取って。そういう風に言うとですね、モップの方に近寄って倒してくれますね。さあ届くようになりました。ちょっと待って、おお、ナイスネズッチュ。ネズッチュ、お前もしかして人の言葉がわかるのか。うん、ジャンプしますね。なんでわかるんだ。首を横にかしげます。今度 YouTube のネタにさせてくれ。首を横に振ります。とりあえずネズッチュ、プリプリザイモンの肩に乗っとって、じゃあ頭でもいいけど。あー、ここまで来れないようっすね。え、今まだ入れないとか、柵があるんですよね、俺らの前に。柵がある。じゃあモップを使って、じゃあ開けましょう。開けれるんだっけ。はい、モップを使うとですね、なんとかこじ開けることに成功しました。俺たちに協力してくれるか。そういう風に言うとですね、一回だけジャンプした後に走っていきます。階段の上に、まるでついてこいと言わんばかりに。みんなついていこう。わかりました。あいつの名前ネズコにしませんか。ネズミだし。それはいいな。ネズコ。はい、というところで皆さん4人はついていきます。というところでシーンを切ります。さて、怖いな。アマザブローのシーンです。お待たせしました。はい、あなたは目を覚ますとですね、椅子に縄で両手両足縛り付けられ、身動きが取れない状態、さらに口には開口器が取り付けられた状態、喋ることもままなりません。身の危険を感じたあなたはまず3チェック、一応は 1D3 の現象。うん、 1D3 最大値37になりました。めっちゃビビるやん。リアル。気分はどうだと声が聞こえてくる。そっちの方を見るとですね、デスクに向かって何か書き物をしていた奥野の姿があります。顔色は悪いんですけど、大変めちゃくちゃなんかご機嫌そうにあなたの方に笑みを向けています。ゆっくりと拍手をしてくる。おめでとう、面接試験に見事合格した。君は若さと希望に満ち溢れている。実に素晴らしい、と言いつつですね、奥野は拳サイズの細長い袋を2つ、薬棚があるんですけど、そこから取り出します。封を切って一旦コップに注いで、注がれた液体を今度は注射器に移します。注射器の先端に短めのチューブを取り付け、ゆったりとあなたの方に近づいていく。アイディアロールを振ってください。成功。では奥野がですね、右手で注射器を持っていることに気がつきますね。一つ思い出したことがあります。サインをしてた時は左だった。だから右なのは親ってちょっと違和感を覚えたっていう感じですね、うん、ああ、血色の良い肌、待ち焦がれていたよ。すごい嬉しそうな表情であなたを眺めた後、顎を少し上向きにさせて、無理やり開かれた口に注射器のチューブを差し込みます。喉近くに注射器に充填された液体が流し込まれていきます。何を飲まされたかわからない恐怖に追加の3チェック、一応は 1D3 の現象。何もできん、やばい。まあまあまあ 1D3 でどうぞ。よかったよかった。では最後まで飲み込んだのを確認するとですね、開口器を外してくれますね。お前尊敬していたのにどういうつもりだ。ああ、あるの小さな大冒険は私の全てだ。何があっても完成させなければならない。だが私には時間がない。今こうしてる間にも病は私を蝕み続けている。だから君が必要なんだよ、健康体の君がね。ド
したどうした。奥野さん、私は違和感に気づいてましたよ。お、あなたの年相応ではない容姿、そしてしきりと健康状態とかを聞いてきましたよね。私言いましたよね、喘息だって。人選をミスったようですね。一番健康なのはプリプリザイモンだ。まあ喘息なのは確かに不安だから、不安要素ではあるが、自信満々に言ってる。総合的に見て君が最も優れていると判断したまで。いや待て、しかも俺はその犠牲を払うべきかというのにいいえと言った。お前、質問の意味は関係ないということか、このクソジジイ。言いたい放題やな。あんなのただの余興に過ぎない。はあ、私が末期がんになったのは2回目だ。あの時は急ごしらえだった。だから今回は厳選した。そして君が選ばれた。喜びなさい。その体でファンが待ち望む新作を生み出すのだから。ジジイ、俺の体を乗っ取るつもりだな。と、また急にですね、ギョッギョッと咳き込み出します。俺の仕込んでいた毒が効いたようだな。ざまみろジジイ、お前も間に合わない。それに返答する余裕もないようで。そうですね、奥野はですね必死にポケットから端末を取り出してボタンを押します。するとですね、廊下の方から慌ただしい足音が近づいてきて、扉が開け放たれる。神有ですね。神有は奥野を見ると駆け寄ってきて、先生、一旦お部屋で休みましょう。黙れ、もう時間はない。ここで一斉ではいけません。薬は夜明けまで効いています。この調子では呪文を唱えることもままなりません。と言って神有はどうにか立ち上がった奥野に肩を貸し、部屋を出ていく。扉はガチャンと施錠する音がしました。さて、自由探索の時間です。とりあえず行ったかと言って、今だ、チャクラ解放。マックスまで溜めていたチャクラを解放します。はい、じゃあそのように発言するとですね、あなたの目の前にネズミがいることに気がつきます。俺のチャクラを呼び寄せてくれた。いや偶然だろお前、それは。気づいてくれたんだな、ありがとう。君はチャクラがわかるのか。横に振りますね、首を。なるほど、オーケーだ。なんとかここを出たいんだ、ちょっと助けてくれないか。なるほど、ネズミに対してお願いをするとですね、ゆっくりとよじ登ってきて膝の上まで上がる。そしてさらに腕を縛っていた縄を噛みちぎってくれます。お、ありがとう。君は言葉がわかる賢い子だ。ここで生物学をロールすることはできます。俺はな、生物学が触れるんだけど1しかないから、君わかるよ。元は人間なんだろう。首を横に振ります。だよな。OK だ。じゃあ自分でそれほどいて、とりあえずその部屋に目星振りたいですね。あ、わかりました。その前に描写が一つ、はい、あなたがほどいてる途中でネズミは去っていきましたね。あ、ネズミちゃん、どこ行くの。ネズミちゃん、何も答えることなく去っていきました。という感じです。この場所の描写をします。はい、薬棚とデスクが窓際に一つ、そして椅子が二つある。扉はですね、外から鍵がかけられていて開かないという状態でした。なるほど。まあ、具体的になんかここ調べますとか言うと情報が出るかもしれません。それやっぱ、棚、最初に言った棚ですかね、薬棚。棚、はい、薬棚。そこを調べたい。はい、わかりました。上段はガラスと下段は木製の扉でできているようです。上段の方はですね、薬瓶や薬瓶や、注射器、アンプルや錠剤が保管されています。これに関しては医学もしくは薬学を振ることができます。これ多分弱いんだよな、薬学。おお。ずっと奇跡が起こった。クリティカル2回目ですね、医学やっと。しかも1クリ。そうだな、ではですね、医師免許がないと手に入らない薬がいくつもあることに気がつきます。で、まあ1クリティカルなんで、まあ医学このセッション中だったらプラス10で振って大丈夫です。 OK です。15。なんか意外と知識があったみたいな感じで。
これ前に勉強したやつだ。なんでこんなのあるんだ。あとはその扉開いたりしてなんかないですか、ね、はい、下の下段の扉を開けるとですね、血圧計や吸入器か、まあそういった医療器具がしまってあります。じゃあもう棚倒します、全部で全部壊します。それ盗んだりとかできないんですか、薬。あ、全然ポッケにしまいます、ね、じゃあその、じゃあその医学のやつのその特別なやつだけ盗んで棚倒します、はい、全部壊す。わかりました、腹いせに棚はドガシャーンってなります。復讐だバカ大きな大きな音が鳴りました。 やばくないこれ。シークレットダイスを振ります。君か、やりすぎたかもしれん。まだ探索できそうですね。デスクの方は見てない。だからこれでみんなが来てくれるはず。じゃあデスク見ます。はい、そっちを見るとさっき封を切った袋が2つとノートが置いてある。またデスクには引き出しがありますね。ノート見て引き出しも開けたいですね。わかりました、はい、こんなことが書いてありました。なんとか間に合った。あいつは私の病を治すこともできないヤブ医者だった。本気くらいは役に立ってもらわんとな。それにしても精神転移は不便な点が多い。聞き手が逆のせいか名前を書くことすらのままならない。これでは執筆に支障をきたす。雇ったばかりの使用人に身の回りのことを任せてまずはリハビリだ。そして助手の募集書き込みがされた日付、今から1ヶ月前ではすっかり達筆な文字となっています。またしてもが、しかも同じ灰、精神が朽ちた後も役に立たん男だ。ホームレスの塊魂を吸って灰にしたところで若返るばかりで癌は消えない。筆も全く乗らない。やはり新しい体が必要だ。若く健康で私の作品を愛する者の体、私はやり遂げなければならない。やっぱりそういうことか、あいつ。と言いながら引き出しを開きます。はい、引き出しを開けると、聴診器、筆記用具、IC カードが入っています。聴診器、筆記用具、IC カード全部パクってで、机壊します。手癖悪いな、こいつ。じゃあドガシャーンって、ドガーンやばいと思うよ、それいや、これでみんなが来てくれるはず。2回目は早く助けに来てくれ。はい、どうせ鍵かかってるんだろう、ドアは。ちなみにですが、 IC カードを全部手に取るって感じだったんで、 IC カードの情報を開示すると、はい、それは医師資格証であることがわかります、うん。カードには奥野の顔写真、指名欄に屋良孝義と書かれていました、はあ、で写真はですね、こんな感じです。めっちゃ老けとる。なるほど、本当のこれが奥野か。矢田隆義、やだ何言ってんので、あとはもう目星ものないっすかね。そうですね、あとはもう目星ものはこの部屋はなさそうかなっていう感じで、ただもう見たかな。じゃあみんなにおいってみんな言いながらドア蹴り破ります。重装みたいじゃん、破壊しまくりではドアを蹴破ろうとした時のことでした。あなたはですね、これまでに感じたことのない多幸感に急に包まれていきます。先ほど飲まされた薬の影響だろうか、何を言われても素直に受け入れてしまいそうな気がする。まあ今脳内ハッピーセットって状態ですね。なんだこりゃわーい、わーすごいや、あー僕の得意分野だ、わ大きなチョコレートがあるよこれは大きな茶色いチョコレートだ、食べよう。と言ってドアを食べ始めますドアは非常に頑丈で硬いですね。なかなか噛みちぎれません。あー美味しいなこれ。あはい、というところでですねおしまいですこれ。シーン切り替わりまして、4人組ですね。あなたたちはそのまま階段を登っていくとですね、階段の先はどうやら食品庫の中のようですね。ネズミはその辺チューチュー回ってます。日持ちする、まあ、野菜とか缶詰が保管されている、床に紙切れが落ちてることに気がつきます。その紙切れを見ます。はい、結構色褪せててかなり古いものだと思います。知らぬ層へようこそっていう風に書かれたパンフレットで、まあこれを見た感じ、どうやらこの邸宅はもともとスキー客の宿泊施設だったっぽいなっていうことがわかる。で、パンフレットにはですね、施設案内の地図があって、
まあ、神有から聞いた情報と照らし合わせるとこのような間取りになっているのではないかと思います。とマップを開示します。ほう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 、こんな感じで、皆さんは今食品庫根津中に俺が持ってきた杖がどこにあるか、あのマップに乗って教えてほしいっていうことできますか。なるほど、そういう風に言うと首かしげるね。こうやってあの杖つくやつ、これこうやってやるジェスチャーでやってます。首をもう一度かしげるね。なんでそんな杖いるんすか、シゲゾさん。腰悪いんですか。いや、まあお前らには言ってもいいかな。俺本当に殺し屋なんだ。あの杖なんか仕込んであんのそれ。仕込み刀って言ってな、あん中には刀が入ってんだ。マジか、それ昨日までは持ってたんですか。まあどうやら寝てる間に取られたっぽくてね。まああれがないと俺正直戦えないんだ。そうなるほど。そうだよな、うん、一旦シゲドさんの部屋見ます。チラッとその杖がないかだけでも。うん、まあでもないか、さすがに。そうだね、多分あるとしたら客室は多分なくて、いやどこにあるかな。なんか物置とかあればそこ怪しいかなと思ったけど、ここを見た感じないね。ってことちなみに、うん、根津子は、この根津子はなんか俺ら連れて行きたいとことかなんか刺したりしてないですか。あ、そういうとめっちゃジャンプしますね。お、何ネズコ言ってごらん。ネズコめっちゃジャンプした後にこっちと来いと言わんばかりに走っていきます。とりあえず一旦これついていきます。そうだな、うん、ついていこう。はい、キッチンにたどり着きました。そこまで大きくはないんですけど、まあ、5、6人の食事を作るには十分な施設のキッチンです。ガスコンロ、流し台、作業台とかがある感じですね。で、ガスコンロは4口で大きな寸胴鍋が置いてある。中は空でした。コンロの下には消火器がきちんと設置されていましたね。ネズミはさらに走っていきますね。ついていこう。はい、では食堂の方に行きました。腹減ってんのかな。腹減ってんのって聞いてみる。じゃあ途中で止まって首を横に振ります。あ、分かった、ありがとうな。君は僕たちの味方なの？大きくジャンプする。おお。君は元人間なの？首を横に振る。おお。理解はしてるんだね。うん、うん、うん。食堂です。長テーブルに椅子がどんどん並んでいて、うん、窓の外は緑が生い茂っている感じですね。ただ、そうだね、防犯対策のためか、邸宅内のこの窓は、まあ、全部、なぜか接着剤のようなもので固められています。まあ、目星マイナス20をロールすることはできます、ここで。お、やります。全成功かな？成功ですね。はい。はい。窓の外を見ると、スキー場でよく使われているリフトの残骸が遠くの方にうっすらと見えました。真っ暗ですけど。ほうほうほう。まあ、本当にスキー場なんやなって、もともと。ああ、本当にスキー場なんやな。ちなみに、多分玄関とかも鍵閉められてるんですよね。まあ、きっとそうなんだろうね。なんかこうやって閉められてるってなると出さないようにしてるって感じ。閉められないんだろうな。っていうことか。消火器とか別に持ってっても何もないしな。はい。手柄トールがですね、あんまりそうだな、外に無理やり出ようとはしない方がいい。至る所に罠が仕掛けられてるんだ。罠。なるほど。ああ。ここに案内された他に、このネズ中、ここだ、ここなの？なんかあんの？なるほど。なんかあんのっていう感じでネズ中に言うとですね、さらに移動しますね。待っててくれたようです、どうやら。みんなのこと。今の方に向かいます。あ、ここじゃなかったんや、ネズ子、うん。ごめんな。ジャンプしながら移動します。かわいいな。ネズ中はですね、今の方に向かうんですけど、今にはですね、いろんなものが、ソファとかローテーブル、味のある薪ストーブと、まあ予備の薪、ヒカキ棒、木箱が置いてあるんですけど、木箱の前で2本足で突っ立ってる。木箱開けます。うん、開けよう。はい、木箱を開けるとですね、火付け用だろうか、大量の原稿用紙が入っていました。ドーン。ひたすらに多くの火を引く、多くの火を引くと書かれた原稿用紙です。これなんか呪文に使えそうな感じがするな。うん、パクっときますか。そう、これパクっとこう。うん、ちょっと持っておこうか。え、これ大量にあるんでしたっけ。
いや、めちゃくちゃありますね。無限超えます。もう燃やそう。あ、ちょ、あ、じゃあネズ中これ燃やした方がいいの？ネズ中はくるくる回ってます。それはでも燃やしてほしいんだったらジャンプしてください。そういう風に言うと、ネズ中は首を横にかしげた後、なんかとりあえずジャンプするかみたいな感じでジャンプします。こいつ分かってねえな。分かんないってことか。分かん、うん、でもなんか水に濡らすとかじゃダメなんかな。燃やすのなんか怖いしな。まあ確かに。なんか今まで、いや違うかな。ちなみに他は何もないですか、木箱以外には。ああ、そうですね、薪ストーブにある灰なんですけど、うん、あれ地下で見た灰となんか違うなって思いますね。地下よりはザラザラしてる。ほう。あ、じゃあこれは本物の灰で、だからさ、うん、普通に燃やした時ってそんなサラサラになるはずがないから、だから牢屋にあった、灰っていうのは多分普通に燃やしたものじゃなくて、何かしらの事象で起きた灰、できた灰って考えると、それが分かったところでなんか俺らの行動ちょっと分かんない。そうなんだよねそうだよね。これ隠した方がいい？困ってるようだね。ネズ中フリーズしてる。ネズ中もなんかこれをどうしてほしいとか別に特になく、とりあえず教えてくれたって感じなのかな、うん、見てみたいな。ネズ中はもうこの場を後にしたそうに、なんか食堂の方まで行ってチラッとこっち見たりしてますね、うん、ついてこいってこと。ジャンプします。行こう。じゃあみんなで、うん、3枚ぐらいだけ位置をパクっていきます。おいいねいいね。ではですね、ネズ中はそのまま食堂の方に一旦戻った後に扉の下をくぐります。そして、皆さん追いかけるとですね、救護室の中あるんですけど、救護室にちっちゃい穴が開いてて、そこにネズ中は入り込んで見えなくなってしまいました。救護室の扉のところからガジ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 と音が聞こえます。ん、何のところ救護室の中に。あ、マザーブローくんじゃない。おいしい。これそうだ、多幸感だと今。うん、おい、おい、お前何やってんだお前。え、これ、え、普通にガジガジしてるってことは開かないんですか？まだ。あ、じゃガチャガチャやっても開かない。あ、全然開かないですね。開かない。どうしよう。鍵見つけないと。でも鍵を見つけないとダメだろ。それとも蹴破るってできるのかな。アマザブローさんかじってる。危なくないそれダメージいきそう。結構頑丈そうですね。なんか蹴破るとかできんのかなって思っちゃいますね。じゃ、そのガジガジしてるっていうのは何？俺のイメージその木の扉だったんだけど、鉄っぽいやつ。鉄っぽいやつですね。金属製。おい、みんなこのままだとアマサブロの歯がボロボロになっちまう。それは別にいいけど、ちょっとどうやって中に入れるか探しますか。おお、鍵探そう。ないと。ティアラがこういう風に言ってきます。鍵はあの使用人が管理してるんじゃないか。もしかしたらあいつの部屋にあるかもしれない。マジかよ。オッケー。よし。行くか。行きましょう。さて、救護室の中、ガジガジしてる天三郎ですが、ここで聞き耳ロールを振ってください。はい、おお、成功。よっしゃ。今日めっちゃいいじゃん。すごいな。成功するね。調子いいっすね今日。うん、成功するとですね、ネズミの鳴き声が聞こえてきますね。どこからか。あなた思わず止めてしまいます、ガジガジを。なんだ？何か聞こえるぞ。しかしネズミの姿は見えない。はあ？詳細な場所を調べるためにはさらに聞き耳を。プラス30でどうぞ。どこだ？ 43 は成功です、うん。さっき倒した薬棚のところから聞こえてきますね。はい。ここだ！持ち上げると、いろんな、医療器具とかが、ザーッと落ちてきますね。おーい、ここにいるんだろ。君の声は聞こえているよ。ん？何だって？そうなんだ。いないです。ただ、うん、あなたは近づいたことで、よく見ると、その薬棚の後ろの壁、ちょっと他と色が違うなっていうことに気がつきますね。あ、ここは、お菓子置き場かな？これダメだ。って言って、助走つけて、そのまま、ギュンってロケットみたいに。そこに突撃します。頭から頭からドーン。バカすぎるやろドーンってやるとですね、シークレットダイスを振ります。お菓子棚かな。ドーン壁がぶち破れます。しゃお、どうやらですね、奥にもう一つ部屋があったようです。新マップこんな感じになってましたというところでシーンを切りましょう。なんかすごい音がしましたね。うん、なんかやばくねえか大丈夫か。外組はどうしますか。
とりあえず使用人の部屋。そう、使用人、うん、はいはいはい。じゃあ階段登ってって、うん、階段登るとですねホールが見えるんですけど、特に人の姿はここにはなさそうです。あいつらがどこにいるかですね、うん、使用人の部屋に。じゃあ俺こっそり入ることできますか。お見つれ、どうぞ。いきます。成功。では音を一切立てることなく、どこ、一人だけ先に使用人の部屋の中に入りました。人の気配は特にないようですね。暗いですが、中はですね、簡素なベッドと本棚、机で、壁にはキーボックスがあります。キーボックス、電気はつけていいですか。電気はつきますね。パチン。はい、つきました。じゃあまず先に机を見ましょうか。はい、机ですが、見てみるとスマートフォンとラベルライターがあります。じゃあパクります。パクリに成功しました。はい、他どうしますか。じゃあ見ます、本棚。わかりました。本棚見るとですね、まあ、いろんな本があるんですけど、はい、あるの小さな大冒険シリーズが全巻揃ってることに気がつきますね。まあ、もう一つ、情報を出すとですね、はい、まあ、その児童書以外に一冊だけひときわまがまがしいオーラを放った本があります。これはちょっとやばいやつだから、そうだな、これももらいます。もらいます。はい、はい、手に取ることができました。とキーボックスは普通に鍵かかってるんですよね、はい、やっぱり。あ、いや、かかってないっす。調べてみると普通に開けることができて、鍵がたくさんじゃらじゃらありましたね。あ、キーボックスってそういうことか。はい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 、たくさんある。なんかそのラベルとか書いてないですかね、なんか貼ってるとか。あ、ありますね。おのおのの部屋名が書かれてます。救護室の鍵がないか見てみます。はい、救護室の鍵はありましたね。じゃあそれをも、いや、てか全部もらおうか。全部もらいました。いっぱい持ってる。全部もらって、じゃあ出ましょうか。出て、はい、合流しました。合流しました。お前たち鍵を手に入れたぞ。なんかいっぱい持ってるな。すごいパクってきましたね。よくやった。これであの救護室に入れるぞ。とりあえず急いで。あ、てかその前に自分の部屋行って刀ないか見ていいですか。なるほど、わかりました。自分の部屋行きます。まあ部屋は覚えてるんでね、入ることができます。するとですね、はい、所持品はすべて棚に置いてありましたね。これであいつをぶった切れるぜ。よし、お、急に強気になったな。刀がないと何もできないからな俺は。じゃあこの仕込み方も持ったことだし、救護室に行こう。みんな降りてる途中で手柄がこう言ってきます。みんな所持品持ってるんだな。スマートフォンとかはあるのか。俺は持ってる、あの所持品として持ってるけど。そうか、もう貸してほしい。警察に連絡する。確かに。だが電波が圏外になっていた。圏外にはなっていませんね。しかしどうしようかな。警察に電話しちゃったらな、殺せねえしな。警察に任せてくれよ。まあここは重蔵さん、一つ手柄に任せてやみませんか。そうするか。わかった、ありがとう。それじゃあちょっと借りるよって言って、スマートフォンを手に取って電話しているようです。バッ、ちょっと待って。お、ボタンを切ります。 なんだお前、一つ条件がある。この電話を貸すには条件がある。なんだ。俺がもし亀梨と奥野を殺したとしても警察には黙ってほしい。わかった。まあそうしよう。わかった。うん、飲んでくれて。なるべく加減はしてくれよ。わかった、殺さないように。まあ手加減はしてみるが、期待はしないでおくれよ。うん、それじゃあ貸してくれ。どうぞ。と言って警察に何やら連絡をしているようです。で終わったようで、手柄は、よし、今同僚に連絡したけど山奥だから警察が来るのも少し時間がかかる。それまでは自分たちで行動しないとな。さて救護室だったか。あ、行こうじゃないか。行こう。早く来てくださいよ。もう先に行くか。遅いな。そして、はい、救護室の扉の鍵を手に取り、開けます。開きました。するとですね、中はめちゃくちゃ荒れてました。で、天三郎がご機嫌な様子で、
救護室の奥の壁を破壊して踊ってますね。おーおーおー、すごいことになってますね。なんだこれ。何があったんだ。お前大丈夫か。楽しいな。え？お前大丈夫か。ああみんな遅かったじゃないか。これはやばい。ここでパーティーが始まってるよ。お座り。楽しもう。はい。おまわり。はい。お前今俺の言ったことを言うことを聞かなきゃいけなさそうな雰囲気だな。お座り。はい。なかなかいいじゃないですか。しげどさんもやってみてくださいよ。そうだな、うん、3回回ってワンと投げ。うわい。うわい。こいつ何でも言うこと聞くの。これいつ解けるんだろう。見てられん。あ、じゃあちょっと徐々に落ち着きは取り戻してる感じではあるけど、まだまだご機嫌です。なんか薬で治せないのかな。なんかそれ、医学の、まあ医学振ってください。いやー、楽しいな。おい山三郎、お前何があったんだよ。説明してみろ。なんかおじさんとおまわり。はい。しゃべってる。おー、成功。では救護室の釣り棚から多国間を弱めるような薬もあることに気がつくね。じゃあその薬掴んで、はい、あの口に突っ込みます。手洗いや。ごめん。うわ、なんだこれ。おーおー、どうだ気分は。ごくごくと飲んでしまいます。しげぞうさんから変わってへん。ちょっと弱まってはいるけど。お前みんな心配したんだぞ。逆だよお前それ。もう一体何があった。あれだよ、奥のあいつが全ての元凶だ。何？気づいた時は俺縛られてて、うん、で変な薬飲まされて、うん、あいつ多分俺と入れ替わるみたいな話をしてたよ。だからあいつも入れ替わったやつなんだよね。本当の奥のじゃない、なんか不自然に若かったじゃない。うん、でなんか俺が選ばれたらしくて、なんか俺と乗り移ろうとしたんだけど持病みたいのが出て、したらまた仮面の足が来て、うん、でまた去っていったって感じ。なるほど。なんで俺が選ばれなかったんだって口を叩き入れます。変わってんな。それは知らんけど。怖かったぞ。よかったみんなが来てくれて。なんでこんなに部屋が荒れてるんだ。お前だよ。大体お前だ。え？しかもその時は別にあれやろ、自分でやったやろ。多分そうだった。何お前薬のせいにしてんだよ。時にプリプリザイモン、俺が変な時に何かしなかったか。何もしていないか。そうか、気のせいか。さて、しげぞうさん、どうしますか。なんか、この隠し部屋的な、あるよね、なんかこれ。これ行ってみる？うん。確かに、ここ地図にはなかった場所ですよね。ね、ここ行ってみましょう、うん。行ってみよう。中に入るとですね、かなり狭い空間です。よく見てみると、簡易ベッドとそこに横たわる白骨化した死体がありました。それを目撃したあなたたちは、カロイさんチェックですね。ゼロは 1D3 の現象です。失敗は 1D3、成功はゼロ。死体は見慣れている。うん、こいつめちゃくちゃ見る。本物の死体だ。の、骸骨か。怖いことばっかだよな。ベッドの足元にですね、赤いリボンをしたネズミが立っていますね。お、ネズチュウ。ネズチュウ。うん。お、あの子が助けてくれたんだ、俺を。ネズチュウっていうのか。君は、連れてこられたホームレスのペットなのかい？ネズチュウはですね、何もアクションを起こすことなく、そのままですね、ベッドをよじ登って、死体の胸元で丸められた布の中に潜り込んでいきました。ん？なんだこれ？なんだこれ？しげとさん。さっき言ったようにペットだったんじゃない？この白骨化した死体の人が親というか被害者のペットなのか。あ、そう、それそれっていうことなんだろう、きっとかな。まあ目星を振ることはできますね、死体に対して。あ、じゃあしとこうか。どうぞ。うんうんうん、やべ、成功、2人成功。まあこのベッドに横たわる人物は何年も放置されていて、うん、まあベッドに染み入った体液は全て乾ききっていて、衣服も元の色を判別できないんですけど、うん、服装から見て女性じゃないかっていうふうに思うね。手柄がですね、おもむろに死体の首を見てこうつぶやきます。首吊りか。
と言って。自殺？自殺か。奥野の奥さんとか？あ、はあ、ありえる、うん。服装はその若い女性のやつなのか。そこまでは分かんないからね。だいたい若い、若いかどうかはよく分かってない。もうかなり古びた服を着て身にまとってるって感じ。そう、古びてるね、だいぶ。誰だろう。ネズッチュは元からここに住んでたの？ネズッチュはもう布の中にいるから、布を引っぺがえさないと対話できません。チラッと見ます、じゃあ俺。布の中。なるほど。古い型のスマートフォン。ラベルライターで作られたシール、そして弱々しく呼吸をするネズミが出てきます。今にも死にそうですね。ねえねえ、ちょっとみんなやばい、ネズ中死んじゃいそうじゃないか。助けよう助けよう。助けたい、うん、医学とか触れないですかこれ。生物学か。医学を振ってみてください。俺はお前に助けられた、次は俺が救う。まあ、15ですけど失敗です。医学、あ、応急手当てじゃダメなのかな、医学じゃなくて。応急手当て、特別にどうぞ。応急手当てだったら私。おやったー、クリティカル。おあ、じゃあ、そうですね、情報開示します。これはもうどうにもならない。なぜなら、寿命だからだ。寿命か。寿命か。さっきまで元気だったのは、頑張ってた。すごい元気だったのにな。手術中。俺らのために。こいつがいなかったら俺はもう。くそ。寿命。あの奥野が使ってた方法をすればネズチュは生き返るんだろうけど、まあネズチュはそれを望んでないんじゃないですか。ないんですか。ないんですか。確かにな。奥野と同じになっちまう。ルルハリルの次にこの子も死んでしまうのかと心の中でプリプリザイモンは唱えました。待って、そのネズチュとあとあるやつはなんだっけ、その一緒に。ラベルライターで作られたシール。あと古い型のスマートフォンがあります。それ両方調べます。はい、古い型スマートフォンは電源が入らないようですね、うん。シールの方はですね@09と書かれている。@09って書いてある。ちなみに今の情報じゃわからないな。ああ、でもう一つ、あのネズミの首にあった赤いリボンなんですけど、これはもうなんか溶けてしまってますね。そこにはアルジャーノンっていう風に書かれていました。アルジャーノンが君の名前か。じゃあ弱々しくうなずきますね。ああ、かわいそうに。アルジャーノン。ある。手に持てない、持てないですかね。手に持つことはできますね。アマサブロは一番この中でアルジャーノンに恩を感じているので、手に包みます。ここで皆さん全員アイディアロールをどうぞ。はい。はい。成功し、おお出るな今日。すごいね、本当にすごい調子いいな、みんな。どうなってるんだ、どうしたの今日。すげえ、後が怖い。そうか、死なしたくねえ。アイディアロールね。はい、ですね、まあ茂蔵はまだ気づかないんですけど、はい、他3人は気づきますね。アット09のアットって何かどこかでよく見てるなと。SNS どこで見たで、クリティカルはですね、アット09アルジャーノンっていうアカウントがあるんじゃないかと思います。アカウントの名前、おい待て、これアカウントの名前、アカウントちょっと検索してしますじゃ。わかりました。では皆さん、お手元のスマートフォンを手に取って実際にアット09アルジャーノンと調べてください。めっちゃ面白いじゃん、何それ。アット、なんだその展開。アット9ですか？アット09。アット09アルジャーノンです。まさか。現実とリンクしているだと？ご視聴の皆様も、今、お手元のスマートフォンで調べてください。おお、出てきた。このためにアカウント作ったのすごくない？書いてある。すごい。本当にすごい。このように書かれていました。僕は、鉱脈を探すために割れました。主は鉱脈がないとわかると、僕を置いて空へ帰ってしまいました。僕は旅に出ました。そして、日和と出会いました。日和は僕に名前をつけてくれました。日和は僕を親友と呼んでくれました。日和の書いた文字から、僕は文字を覚えました。日和は後悔していました。顔のあざを笑う者から逃げ、女性軽視する
ものから逃げるために本を書くとき男性の名前を使っていました。逃げてばかりの臆病者だと後悔していました。肺がんを患った現実から逃げ、死の恐怖から屋良と共に禁忌を犯したことを後悔していました。ホームレスを呪文で肺にしても病気は治りませんでした。屋良は自分の体を差し出すと言い出しました。日和は泣いていました。彼の人生を狂わせてしまった、ごめんなさいとベッドの中で一人謝り続けていました。いっぱいいっぱい僕を撫でて、天井に吊るしたお気に入りのスカーフを首に巻いて死にました。日和は矢田に自分の人生を生きてほしい、幸せになってほしいと願っていました。僕はそれを矢田に伝えようとしました。でもダメでした。僕の体はあとどれぐらい動くかわかりません。僕は日和の大切な人を救いたい。これを読んでいるあなたに僕の意思を託します。そして書き込みを読み終わった頃、探索者を見つめていたネズミはですね、ゆっくりとゆっくりとまぶたを閉じ、深く息を吐き切ると小さなお腹は動かなくなりました。あるーあるしゃーの気づくと雨ざぶろうの涙で床は一面水浸しになっていました。もう泣きすぎや泣きすぎや、めっちゃ泣いとる。泣きすぎだ。この喧嘩が終わったら埋めてやろう。手柄がこう言いますね。ちょっと待て、ならあの奥のひよひこは一体誰なんだ。俺見たんだよね、そのカードみたいのがあって、おっさんの奥のとウリ二つの顔写真があって、矢田って書いてあったはず、名前。あ、はあ、はあ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 。手柄さんどう思いますか。中に入ってるのが日和なのか、それとも矢田自身なのか、ちょっと俺には判断がつかない。矢田なんじゃないかな、多分。矢田が暴走した？なるほど。だって日和、うん、さんはそんなになんか悪い人に思えないんだけど、だからもう禁忌を犯したことに後悔してるって言ってるね。うん、確かに。だから後悔して自殺したってなると、日和が男性の名前を使っていましたってあるから、日和が奥野の名前を使ってペンネームみたいな、なるほどね、のが奥野で、矢田でも中身矢田っぽいけどな。そうだね、でもあのなんか写真悪い、うん、確かに日和は悪い人じゃなさそうな感じするね。そんなひどい人のためにここまでしないんじゃないかな。白骨化してるのはもう日和さんってことね。うん、だから作者はもうすでに死んでるってことですよね、どっちにしろ。うん、うん、じゃあ矢田が なんかそのふりをしてるってことですよね。とりあえずふりをしてるとそういうことだよね。じゃあなんで、うん、ああだからその死んじゃった日和のために何としてでもみたいな、何としてでも完成させるぜって感じなんかな。成り変わったからそれが許せない、あるはあるの意思、なんかその禁忌を犯したけど、うんうんうん、結局治らなかったってことじゃないの。あ、それで、うんうん、そう、あーはいはい、そうか、失敗したから矢田の体を差し出すって言われたけど、どうそれを断って自殺した、死んで、だから矢田が今成り変わってるってことだ。うん、オッケーオッケー、分かった分かった。結局作者はもうすでに死んでて、うん、一緒に禁忌を犯した矢田が奥野を演じてる、演じてる、うん、成り変わってるじゃないですかね。これでこれですね、この情報からだと。だから俺らに気づいてほしかったんじゃないかな、それを。なるほど、あいつが矢田っていうこと。オッケー、分かりました。ほいほい、矢田に対して何をしたらいいんだろう。もうでも防ぐしかないよね、その転生みたいの。もうやらせなかったらいいのかな、この石っていうのは。うん、まあ一回それで話して突起伏せられるかだけど、それが無理だったら、うん、もう止めるしかない。逮捕か何か分かんないけど、あいつを止めに行こう。そうだな、じゃあ手柄が結論が出たようだな、それじゃあ行こうかっていうふうに言ってますね。ああありがとう。あるはもう動くことはない。でも幻かどうかわかんないけど、なんか笑ったように見えましたね。あるみんな
これが終わったらアルの墓を作ってやろうな。もちろん。ああ。では皆さんその場を後にします。皆さんはそのまま救護室、そしてその外に出るとですね、神有と奥野がすでにいて、あなたたちを見つけるとですね、神有はショットガンを装備してあなたたちに向けます。そして奥野は苦しそうにこういう風に言ってきますね。随分と我が家を荒らしてくれたようだな。まあいい、その体渡してもらおうか。奥野は何やら呪文を唱え始めます。さて、あなたたちはこのまま動こうとすると神有に撃たれてしまう可能性があります。ただし伝えることは可能です。何か奥野に伝えたいことがあればロールプレイをどうぞ。これ誰が行きます？説得。これ誰が行く？え、ショットガン構えてるんでしょ。なんか下手に刺激したら怖いよね。まあまあまあ、さっきの話をうまいこと言えば。ちなみに僕は遠慮しておきます。話が苦手なので。そうだな。お前一番話うまそうに立ち振る舞ってたのに最初。まあでもこの話の主人公多分天三郎かな。でもきっと。わかりました。私が顔向いてきます。おい奥の、いやただお前な、やだじゃない。や、やだ。名前覚えるの苦手だ。ごめんごめん、ちょっと今のなしで。おいただちょっとやだやだ。え俺頭おかしくなっちゃった。さっきのマジでまだ聞いてるわ。まだ治ってないのかな。薬まだ効いてるわ。おいやだ、おいやだとかだだこねんなよ。お前今の状況を日和側みたいどう思うんだ。そうだそうだ、いいぞ。そうだ、自分の行動をもう一度考え直してみろ。本当にそれでいいのか。お前は生きながら得て何をするんだ。そしてここで横から喋ります。たとえ偽物のお前が奥野を演じて旧作目ができたとしても、そんなのまがいものでしかない。そうだ、それは本当の旧作目ではない。まがいものの、まがいもののアルジャーノの、あ、空作目だ、空作目だ。そうだそうだ、よく言った。さあ撃てるもんなら撃ってみろよ。お前がなりたい大事な体に傷をつけることになるぜ。おい、やだ、もう一度日和のことを考えてみてくれ。アルも今息を引き取ったところだ。やだ。ではそのように、まあ、皆さんに言葉を伝えるとですね、奥野は明らかに動揺をしていました。違う、私が奥野日和彦だ。精神転移は成功したんだ。間に合ったはずだ。間に合った。死んでない、死んでない。先生は死んでない。僕の体に、私は、誰、だ、嘘だ、先生。銃声が鳴り響いた。奥野と名乗っていた男の後頭部がはぜ、そのまま床に突っ伏した。熟れたザクロのようにテラテラと光る。それに、もう一発。ショットガンが撃ち込まれる。返り血を浴びた神有が、怒りのあまりに、肩で息をしていました。お前、なんてこと。ふざけるな、ふざけるな。じゃあこの原稿は気が触れた医者が書いた偽物というのか。隣に置いてあったアタッシュケースを蹴り上げると、中から溢れた原稿用紙が血を吸って床に広がっていきます。オリジナルにこそ価値があるんだ。3年間もこいつのわがままに耐えてきたというのに、そもそも精神転移の呪文を唱える瞬間に立ち会わなかったのがいけなかった。くそ。そのまま懐から瓶を取り出して中を床にばらまいていきます。どこから持ち出したのかライターを投げ込み、たちまち炎が上がります。揺らめく炎の向こう、何か神有は言葉を口ずさんでいる。呪文唱えてる。やば。自然のものとは思えない炎の塊が2つ。おいメガネ、お前何してんだよ。神有、もうやめておけ。神有はですね、
あなたたちの方を見て、作者が死んだ。あるの小さな大冒険と奥のひよひこの価値は高まる。過去作の生原稿や資料もすべて車の中だと狂ったように笑います。おい落ち着け、神谷よく聞け。この国日本では二人以上を殺害したら死刑になる確率が高くなる。そうですよね、手柄さん。ああそうだ、逃げられると思うな。警察がこっちに向かってるぞ。今やめておけばお前は死刑にはならないはずだ。考え直すんだ。今しかないぞ、ラストチャンスだ。よく考えろ。警察になんか捕まらない、逃げ切るさ。証拠隠滅も兼ねて話題作りだ。これで奥の日を引くはトレンド入り確定。さらに価値は高まる。重蔵さん、重蔵さん。なんだ。こいつは今ここで叩いておかないとダメなんじゃないでしょうか。俺捕まりたくないしな。殺してもあれって言ってたじゃないですか、手柄さん。さっき電話で言ってたじゃないか、手柄さん。あれって本当なんですか。まあ正当防衛だと しよう。そうですよ、正当防衛ですよ。俺ら火の生と戦うんですか、うんうん、今から。うんうん、っていうか重蔵いるし、別に重蔵捕まっても、うんうん、おいおいおい別にな。そのじゃあ手柄の言葉を聞いて二気に笑います。切っていいのか。なるべくなら気絶で。気絶、気絶。よろしく頼む。俺は不器用だからな。ああ言葉まくってる。よく名言。かっこいい。ただそうだね、じゃああなたが仕込み刀を構える、うん、すると亀有はこう言ってきます。はあ、これだからお前たちはファン失格なんだ。いいか、私はコレクターだ。私だけが所持していること、そこに意味がある。まあ理解されなくて結構。炎上して死ね。 SNS で炎上するのはお前だぜ。その言葉を聞いて火の精たちがあなたたちの前に移動する。そして神谷はですね、めちゃくちゃ笑いながらその場を去ってしまって玄関扉を開け外に逃げ出しました。さて戦闘ルールを説明します。対象は火の精 ×2 体、 HP とかは分かりません。デクスは16です。めっちゃ早いな。早っ。まあ真ん中ら辺で行動しますね。で6ラウンド以内になんとか脱出しないとあなたたちはこの火の手によって死にます。全員やばいな。あそこなんだっけ、はい、キッチンのさコンロの下に消火器ありましたよね、さっき。うん、手分けして取り入った方が良さそう。確かに。え待って待って、脱出までに何ターンかかるんですか。脱出は火の精を2体倒した時点で脱出できたとしましょう。ああなるほど、倒さなきゃいけないのか。この2体は玄関の前ずっと待ってる、ためらってる。あーじゃあもう閉じ込められててって感じか。じゃあ、じゃあ誰かがそれ取り入って、デックス俺一番高いんじゃないかな。おマジ、うん、16やね。じゃあ俺がキッチンへ行ってきます。任せた。頼んだぞ。えこの火の精はこの場から動かないの。火の精を見た感じ今のところ動く様子はないね。はあはあ。えじゃあで、え待って待って、ホールのところにいるんですよね。ホールにいます皆さん、うん、じゃあ俺攻撃しても意味なさそうなんで洗面台のところからこうホースとかないですかね、なんとかこう水が出せないか。そうですね、洗面台かトイレ、俺どっちか。はい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 。あ、どっち行きます？洗面台で、俺。わかりました。そっちの方に行くとですね、バケツがあります。水を汲むことができそうだ。みんな、俺はじゃあバケツで、こいつら水で援護するから、他の二人頼む。手柄さん動ける？怪我してるけど。いや、戦いにはちょっと参加できなさそうだ。さすがにこれは切れないだろうから、とりあえず避難しようぜ。ああ、順番としては、雨ザブロ最後なんで、まだ雨ザブロはホールですね。オッケーっす。はい、で、シゲゾウは攻撃してみようかな、一応。はいはいはい、居合します。では居合を振ってください。ではあなたはですね、このラウンド刀を出したところで終了となります。はい、渋をどうしますか。キッチンになんかでかい鍋みたいなのなかったっけ。お、寸胴鍋ありますね。うん、私はその寸胴鍋にはい、水を溜める。わかりました。うんうん、まあ、こちらも同じく2ラウンドで2回分使える感じです。最後に雨ザブロは洗面室でバケツ。うん、わかりました。ちなみに火の精たちは動く様子はありません。お、なるほど。1ラウンド目終了、2ラウンド目よし、ありました。
召喚器がありました。これをぶっかけます。お願いします。はい、では召喚器ですが、むぞ、これは 100% 命中します。 1D6 のダメージをどうぞ。はい、お高い。なるほど、木の精の一体に当たる。それ進化されました。やるやん、やる、消えましたよ一匹。あと1体。さて、しげぞうのターンです。じゃあ普通に仕込み刀で攻撃してみよう。はい、もう居合を振る必要ありません。刀は出しています。はい、どうぞ。スペシャル成功。ではですね、 1D10 プラスダメージボーナスをどうぞ。ダメージボーナスは 1D4 8点。あなたは素早く刀を振るい、火の精に攻撃を当てたかと思いきやすり抜けます。通らん、やっぱダメか。で、通らないね。はい、火の精のターン。火の精は近づいたあなたに攻撃を下す。成功。回避しますか。回避します。あ、失敗した、燃えちゃう。うわ、失敗した。そうか。ではダメージ判定。しげぞうさん、ダメージ判定いきます。はい、2D6 5点。さらにですね、マジックポイントを吸収されます。いや、あっち、くそ、素直に水かけてくれよかった。というところで火の精のターンは終了です。渋を今かけてもう一回取りに行くこともできるんですよね。今かけたら次は戻って1ラウンドって感じですね。どうしようかな、ワンタンまで溜めようか。寸胴でかいし。はい、わかりました。では溜め続けます。アマザブロー、え、待って、プリッツの消火器もう使えないんですか。消火器はまだ2回使えますね。あ、じゃあ俺もまだ溜めます。うわー、はい、見てるだけでしょそれ。そっか。はい、では3ラウンド目、プリザイナーどうしますか。結構炎が広がってきたら死ねー。かけます。 1D6 をどうぞ。もうこれで決めるぜ。うわー、お、すごい、せあ、勢いよく吹きかけると火の精は鎮火されます。戦闘終了。おやったー。おい、その燃えかすの少し後ろに先日練ってあった消しカスのカスがチラッと見えたのであった。いや、いいだろ別に。この水はどこに使えばいい。確かに、お前ら何やってんだ。多分2人が1回ずつかけてたら死んでたで。はい、そんなこんなでですね、皆さん外に出ることができました。外に出るとですね、警察がもうなんか到着しているようで、皆さんはですね、その警察官に保護されます。あらら、はい、保護されます。カミアリの姿はありませんでした。あいつ取り逃しちゃったのかな。うん、逃げたのかな。あ、危ないと言って持っていたバケツの水をプリプリタイムにかけます。どうしゃ。お前何しやがれ。プシューっと最後のガスを使います。大丈夫かこれ。毎回アマザブロ警察の前で顔が真っ白になります。お前もこれで雪だるまだな。どうも雪だるまです。多幸感抜けてないな。はい、では皆さんそのままですね、まあまあまあ火事の家のな屋敷の中にいたっていうのがあって病院に搬送されます。そのまましばらく、まあいろんなね、まあ、一酸化炭素とかも吸ってしまった可能性とかもあるしっていうことで入院することになります。で、手柄徹は別の病室なんですけど、皆さん同じ病室です。ちなみにそうですね、入院して数日が経過していますっていう感じです。みんな同じ病室ですもんね。同じ病室です。じゃあ俺ここ。そういう感じ。じゃあ俺ここ。お、一緒に床かな。しぶぞさん、なんだよ、狭いですよ。おい、寄ってくれよ。ちょっと狭いな。で、イチャイチャ。いや、なんかさ、こんなことこんなことばっかやってんな俺ら。なんか大変そうだね。しげぞさんはお兄ちゃんの十三さんとは連絡取ってないんですか。ああ、なんか1ヶ月ぐらいちょっと連絡が、まあ、途切れてたけど、まあ、最近ちょっとやっときて、まあ、なんかちょっと病んでるみたいだったよ。病んでんだ。病んでる。どうしたんだろう。まあ色恋沙汰じゃない。そっか、まあ、あの人変だからな。まあ変なのは認めるよ。はい、
では倉庫を離しているとですね、扉が開きます。病室の扉が、手柄通るが、まあ包帯を巻いた状態でですね入ってきますね。お、手柄。お、ああ久しぶり。お前久しぶり。もう大丈夫なのか。いやー大丈夫ではないが、まあでももう仕事には復帰してるよ。よかったよかった、うん、まあでもみんなの命があるのが一番いいよな。何もなくてとりあえず不幸中の幸いというか。そうだな、うん、と手柄通るはですねテクテクテクと歩いて、そうですね、窓の外を見ながらこう話してきますね。いいか、これは疲労困憊の俺の独り言だ。誰も聞いていない。いいな。ああ聞いているがな。返事したらダメだろ。邸宅は全焼、中から身元不明の焼死体が2体見つかった。きっと奥の日和と矢田高義だろう。近くの道で全て検問して神槍を待ち構えていたんだが、彼が見つかったのは山の中だった。ワンボックスカーの中で彼は死んでいた。おやおや、死んでたんだ。死んだの。見聞によると生きたまま小動物に食い殺された可能性が高いのだそうだ。え、ほう、ネズミ？ネズ中か。最後にですね、手柄は刑事としてではなく一人のファンとしてあなたたちにこう問いかける。なあ、ファンの資格ってなんだろうな。以上でクトゥルフ神話 TRPG ファンの資格ベストエンドで終了となります。 お疲れ様です。ベストあるの小さな大ベストエンドか。シナリオでした。なるほど。いや普通に感動するっすね。深いな。めっちゃおすすめのシナリオなんですねこれ。うん、よかった。方が作ったやつなんだよ。感動する。普通にだ。ぼんやりとしたあれだったな。僕は足跡を。これエンディング曲もついてるんですよ。今流れてるけど。へえ。オリジナルにかけ。これオリジナルです。あの子の欲しがったり。なんかすごい新しい感じのトゥルフだったかな。ツイッターとか見てさ。いやマジで、ね、このギミック新しくて。確かに。しました。これすごい。え、あれさ、アット Q のところで俺ら気づかなかった場合ってもう自力で探すしかない。あー、いや、あそこはもうキーパーから伝えちゃいます。あの気づかない場合は。シークレットダイスめっちゃ多かったっすけど、何やったっけ。まあまあ、めっちゃ大きな音立ててたんで気づかなかったって。あー、なるほど。気づかなかったっすか、あれたまたま。初期値で判定してたんで全部失敗でした。え、気づいてたらどうなの。来てたんですか。来てたかもしれないし、どうなってたかはちょっとアドリブになっちゃうんですけど、下には入ってないけど、ね、うん、私はショットガンで、うん、パンパン。でも俺ワンチャン殺されたいって思ってたんで、俺殺したら意味ないから。そうそう、体欲しいんでしょって。なるほど、確かに。そう、考え抜いた行動だったわけですよ。あの内容で一番安全なところだったね。確かに。いや、ある意味助けでもらったことか。あんちゃんにすごい感動したな。あ、今てか、じゃあレベルアップしたいですね今のうちに。あ、てか、まあ、はい、しげぞうと会ったことによって、はい、しげぞうの戦ってるとこ見て、はい、俺も仕込み型の星を作るってできます。あ、仕込み型ちょっとね。じゃあしげぞうにお願いすればいけるんじゃないですか。あ、教えてあげたっていう経緯で。でもみんな今日デネが良すぎない。確かに強かった。え、量産されたのは、ね、あ、そうそうそう、あの黒い、はい、なんか髪だったじゃないですか。 あれって何だったんですか。あ、そうね、名前書いて。あれは、うん、奥野日和彦が、あ、まあ、矢田なんですけど中身、うん、ただ自分のことを奥野日和彦だと思い込んでて、なんか練習、自分のサインの練習をひたすらしてた。左手で右利きなのに左手で引かせられて、日和が左利きだったから。あいつの死に方は、あの亀の死に方、亀やり、シナリオには書いてないですけど、おそらくアルジャモンの仲間たちが殺したんだろうな。休みって誰かの声が聞こえてくる。それが流れ星なのか神様なのか、もしくは共に歩いた君なのか、わからないけれど最後の冒険の果てはきっとハッピーエンド。
はるばる遠いところをすまない。さあ、かけてくれたまえ。って皆さんに言います。あ、ありがとう。ああ、失礼するよ。すげえ奥野さんだ。うん、なんでみんな普通なんだそんな。確かに。俺らもっと感動しないといけない。そうだね。ちょっとやる。いやいや、そうかな。あ、失敗ですね。はい。なんで、わからなかったが、重曹じゃない、しげ曹はですね。わかるな、その気持ち。いろいろとありがとうございました、亀梨さん。亀梨。間違えてないように聞こえたわ。いえいえ。こいつ。カツーン。なんと呼んでも大丈夫ですよ。目星を振ってください。目星。目星。ちょっと亀梨しやばいな。亀梨しやばい。これ亀梨さんやから。勝ってるのかな。勝ってないとあんなにも巻いてなくない？しげぞうさんよだれ食べてますよ。え？食べちゃう？さよ。応急手当て、応急手当て振らないとやばい、うん、しとかないと全員でするか。これ間違えてショットガンとか振っちゃったよ。ごめんなさい。失敗。とどめ。あいつショットガンぶっ放してきやがった。そうショットガン、そうマジかお前。一回よく撃たれてたよ。あよくもう一回撃つとこだったよ。お前ショットガンも避けれないのかお前。避けろよ。避けれるのか。逆にあんまり、そうだな、外に無理やり出ようとはしない方がいい。至る所に罠が仕掛けられてるんだ。罠？ああ見えないところから急にショットガンが勝手に発射されたりとか発砲されたりとか。それ本当に鬼滅の刃のお前炭治郎が鍛錬した山やんけ。まるで罠だらけの。確かにそうだな。あえて行くのも、まあ、いや試練のうちって言いたかったけどやめとこう。おいしいこれ。そうか多幸感だと今。うん。おい。まあ、おいお前何やってんだお前。パシン。あもうドア開いてるんですか。いやドアは確認すると鍵がかかってるようです。お前どうやって殴ったんだ。誰叩いたん今。俺じゃねえよ。じゃ手がなかった。他の人叩いた。アット09のアットって何かどこかでよく見てるなと。どこだ。ああなるほど。募集してるのか。ツイッターのアカウントのじゃない。あと9人ってこと。うん。あと9人必要みたいな。おい、カメラシ、お前得意そうにショットガン構えてるが、俺を撃っていいのか。俺に成り変わるんじゃないのか。亀梨、そっちじゃないね多分。あ奥野が構えてんだっけ。あショットガンを構えてるのは神槍だけど呪文取れてるのは奥野。あそっか。炎上して死ね。戦闘開始。神槍は、SNS、あどうぞ。あどうぞどうぞ。2回見るの恥ずかしいな。攻撃をクラス成功。回避しますか。ん回避します。何これ 1D100 どんだけ食らうんだよやば。あ違うこれは命中判定。あーびっくりした。恐ろしい。33ダメージ。ってコッパーみじんになるみたいな。ダゴンも死ぬ。死んじゃうよこれ。